しんちゃんこんばん、ミラカブ、お元気ですか？今日私が皆さんにお伝えしたいのは、先日日本の政府が決定した、コロナウイルスの影響を受けている日本に住む人たちへの10万円の給付についてです。で、今世界のどこの国でもコロナウイルスの影響により、家で仕事をしなければならなかったり、仕事が休みになってしまったりと、大きな影響を受けている人がたくさんいます。で、日本でも例外ではなくて、政府から外出自粛の要請が出ているために、家で仕事をしたり、学校が休みになったりと、社会的にも大きな影響が出ています。そしてコロナウイルスの影響によって収入が減ってしまった人たちのために、政府が、国民に10万円の給付を決定しました。で、5月1日から、全国の 40% 以上の自治体で、オンラインでの申請が開始したと、ニュースでやってました。徐々にね、申し込みの方法とかも明らかになってきたので、私が調べた範囲で分かったことを本日は皆さんにシェアしたいと思います。で、日本の国営放送である NHK のサイトを見ると、コロナウイルスについての情報ページがあります。で、そこに今回の給付金についての情報もあります。で、まず一つ目が、給付金の対象、それは、2020年4月27日時点で日本に住民登録をしている日本人および外国人と記載があります。外国人については3ヶ月以上の在留資格を持っている必要があるそうです。私は留学生についてはあまり詳しくないですが、実習生は入国した時に1年間の在留資格を得ていますよね。まだはっきりとは分かりませんが、実習生もこの給付金の対象になっているのではないかと思います。第2に、給付金の手続きについてです。給付金の手続きはオンラインか郵送でします。5月1日から始まったオンライン申し込みは、マイナンバーカードを持っている人向けの申し込みです。皆さんはマイナンバーカード持ってますか？実は私はマイナンバーカードを持っていません。皆さん入国してからしばらくして、マイナンバー通知カードというものを、もらったはずです。で、実はこのマイナンバー通知カードというものはマイナンバーカードとは違います。マイナンバー通知カードはあくまで皆さんにマイナンバーを知らせるものです。なので、マイナンバーカードの申請は別にしないといけません。で、このマイナンバーカードは実は日本人もあまり持ってないんです。なぜなら、申し込み方法が少し面倒くさいのと、マイナンバーカードを持つ意味があまりないからです。で、皆さんもマイナンバーカード持ってないと思うんですよね。ですので、皆さんは給付金の手続きは郵送で行うことになると思います。で、郵送用の申し込み用紙は各家庭に5月中旬から5月下旬頃に届くそうです。そのため、オンライン受付の人より実際にお金をもらう時期は少し遅くなってしまうようです。3つ目が、給付金の受け取り方法です。これは銀行振込での受け取りに限定されるようです。なぜなら、役所などに行って直接お金をもらう方法にすると、そこでコロナウイルスに感染してしまう危険性がありますよね。ですので、給付金の受け取りは銀行振込のみだそうです。そのため、今銀行口座を持ってないという人がいたら、今のうちに銀行口座を作った方がいいかもしれません。日本に住む外国人が口座を作る場合は、ゆうちょ銀行が比較的簡単だと思います。ネット上のゆうちょ銀行のホームページへ行って、口座開設の申し込み書をダウンロードします。そして、その申し込み書を持ってあなたの家の近くの郵便局に行って口座開設のお願いをします。郵便局にはベトナム語の案内書なども用意されているので、
日本語に自信がない人も問題なく解説を進められると思います。今お話しした内容は5月2日の時点で分かっている情報です。そして給付金の申し込み方法などは各自治体、皆さんの住む場所によって異なるようですので、ご自身で、自治体のサイトを調べたり、もし分からない場合は、会社の同僚に相談したり、あなたが留学生の場合は大学の窓口に相談するなどしてみてください。それではね、この給付金についてももっと詳しい情報などが出てきたらまたビデオでお伝えしたいと思います。それでは皆さん、また次回のビデオでお会いしましょう。じゃあね。